アラペコアザラシと申します。信長の野望申請、難易度は上級、シナリオは信長元服、選択大名は織田。第22回を始めさせていただきます。前回はせっかく六角形を吸収したものの、六角貞頼さんが寿命でお亡くなりになられたところで終了となりました。それでは今回どのように進んでいくのか、お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。あー、六角さん亡くなったか。しまったな。浅野長政さん、ずいぶんしっかりしたいい顔してますね。これより集金に励みます。ちょっと待って、鳥羽城の城主がいなくなってしまったんだよな。誰にお任せするかですが、丹羽長秀さんにお任せしましょう。さて、それでは近寄ってきたので、うん、犬山城からも出していきましょう。敵の城を奪ってくれる。で、清須からも出していきましょう。滅ぼさん、少しの遅れも許される。では進めましょう。お、昇龍寺に集まってるのはいいけど、高屋城に来ないんですかね。真田昌幸、おー、いいですね。仲間になってもらいましょう。秘伝にわしを扱えます。射撃場が完成と。嬉しきことよ。うん、制作合計レベル20はいいけど、敵は皆滅ぼす。とりあえずここまで行きましょう。ようやく南に集結し始めたって感じかな。うん？何が起こった？洪水かな？やりました。よし。こちらまで進軍しましょう。で、今合戦で10部隊8部隊ちょうどいいですね。やっていきましょう。本当は威風強まで行けたらよかったんですが、まあ威風中でもいいでしょう。さてさて、猛将そごう、鬼そごうがいますが、今回も勝てるかどうかやっていきましょう。開戦です。まずは不破さん、お通夜の方サポートで、信長は真ん中の要衝を目指していきましょう。要衝を制する。続け、動くぞ。続け、我が手に要衝をつかむぞ。動くぞ。続け。さて、こんなところでいいかな。秋山さんは一気にね、このコブの要衝まで手に入れたいとこですね。では進めていきましょう。真ん中の要所がやっぱり激戦になりそうですね。まずは秋山さんが要所制圧、そして鉄砲戦車が入ったと。制圧された。よし、制圧。そしたらこちら真正面に向かっていきましょう。いざ行かん。で、あとお通夜の方まっすぐ行って不破隊を下げましょう。鉄砲隊前、鉄砲戦車出ましたね。ここからはちょっと信長が左翼行くか。そしたら、よし、制圧したのはいいけど、こちら要所制圧していきましょう。何かご用かしら。いいよ。そしたら池田隊こちら入って、よし、国衆だからすぐ撤退しましたね。
そしたら不破隊は休んで、お通夜の方は、お通夜の方もちょっと一旦不破隊と一緒にこちら軒口で休みましょう。で、信長が抑えて、佐田優たちを抑えてる。もう一体やっぱり機長が必要ですね。で、織田隊で信光隊で攻撃をかけていきましょう。そごう隊やばいな。そごう隊のこの8800を相手にしたくないな。よしょ、制圧されましたね。で、不破隊前出していきましょう。そしたら池田隊前、信長は一旦休ませましょう。はい、よしょ、制圧。よし、一体殲滅したと。で、秋山隊こちら行きましょう。まともにぶち当たってる場合じゃないぞ。秋山隊逃げろ逃げろ。お、鉄砲戦車出ましたね。よし、かかる柴田が出た。そしたら信長北に行って巨撃入った。で、柴田隊、よしよし、撤退出した。で、柴田隊、ちょっと待って、柴田隊がちょっと柴田隊を操作したいのに、柴田隊をちょっと横に休ませましょう。よし、信長の鉄砲戦車が多分入りましたね。あ、信長じゃないな、レベル4だから。同士討ちが出ましたね。はい、壊滅。まあ、壊滅はいいんだけど。よし、撤退出した。さて、これで総合隊、秋山隊と織田隊で攻撃をかけていきましょう。で、柴田隊でこちらの要所を落としましょう。これで一気に終わるはずだ。で、池田隊で戻って信長で西の部隊を抑えましょう。で、不破隊とお通夜の方でこちらの要所を抑えましょう。おお、討ち死に出した。いやー、三好義行仲間にしたかったのにな。おっと、戻っていきますね。どこを守るつもりだ、要所を守るつもり、そんなことはないか。よし、溜まってる攻防をやっていきましょう。よし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 、これで要所制圧で、あとここの要所さえ制圧すれば勝ちは見えますね。これはいけるんじゃないか。いけるだろう。よし、要所制圧、いいですね。これで威風中発生ですね。いやー、圧勝でしたね。完勝といっても過言ではないですね。投与していきましょう。まあ無理ですよね、青ですもんね。では全開放です。噂に聞くより寛大な方ですね。で、高屋城付近の威風中どこまで伸びる。さあ、どこまで行く。よし、結構いった。仰天にしたわ。岸和田は届かなかったですね。これはこのまま行っちゃってもいいけど、一旦ちょっと撤退かな。一旦交渉仲介しましょう。また三好家と仲介です。進めよ、構わぬぞ。全然進まない、仲介ばっかりして。では騎乗しましょう。さてさて、また三好との停戦が切れたので軍を派兵してまいりましょう。今度の狙いは岸和田城ですね。で、岸和田城で威風中以上を発生させて、雑賀城まで届くかなっていうところですね。
さてそれでは長篠城から出していきましょう。岸和田城まで100日かかるから結構遠いですね。で松尾城からも出していきましょう。動くぞ続け。で木曽福島、次はどのようにあの城は落とさねばな。で桜ボラ、おめでよ。いやもういつものメンバーですね。どう奪いに行こうぞ。で岩村城津屋の方、城攻めに行く。で金山城、指図を頂戴したく城を落としてみせる。で岡崎城、城を奪いに行こうぞ。これで多分7部隊なはずですね。1,2,3,4,5,6,7,8 部隊か。そしたら斎藤高政いらないな。とりあえず休ませておきましょう。ごめるよ早々に戻るぞ。これで 1,2,3,4,5,6,7 部隊で信長が加わって8部隊ってことですね。では信長も出撃いたしましょう。いかにせんあの城を奪おう。さてこれで岸和田に軍勢が集まってくれるといいんですが、集まらないようだったら伊丹に向けて場所を変えてもいいんですけどね。集まってこないですね。伊丹にするか。そしたら痛みだったら集まってくるだろう。次なる手立てはいかにせん城攻めよ参れ。これどう、痛みに向けて軍変えたよ。ダメだな。いいか、もうやっぱりこうなったら一番最初の目的通り岸和田行きましょう。滅ぼさん。あでも岸和田はそうか、本拠だから威風の風じゃダメなのか。だからいいや、やっぱり伊丹行きましょう。でも伊丹に防衛の軍は来ないと。あ来た来た来た、ようやく来た。そしたら伊丹の部隊にここまで来ましょう。伊丹に集まるのを待ちましょう。声を上げよ行くぞ。来ないね伊丹に防衛が。そしたら伊丹にもう行っちゃいましょう。陣を構える、戦の始まりぞ。今頃来てるな。次なる手立てはいかにせん。なるべく威風で蹴りをつけたいんですよね。なので金山から出していきましょうかね。城攻めよ。これでどう。よし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 、集まってきてる集まってきてる。あ引いちゃうなやっぱり。そしたら伊丹にこのまま行こう。でここで貯めよう。落ちぬ城はなし、攻めよ。金山城から出てる部隊お指図を頂戴。一旦騎乗ですね。で今合戦すると5部隊、もうちょっと待ちましょう。いやどんどん倒しちゃうよこのままじゃ。いやもう痛み落としちゃったよ、早すぎるよ。いやいやいや、では全開放です。マジか、このままじゃ。次なる手立てこのまま一気に行くか。花熊城行きましょう。でここで合戦すると5部隊、とりあえず威風弱ですが発生させていきましょう。いやー本当は威風中を発生させたかったんですけどね。まあ仕方がない、そんなこと言ったって発生しないものは仕方がないんだ。では開戦です。ガシガシ落としていきましょう。ご命令をください。真ん中のコブの要所がねターニングポイントになるでしょうからね。敵は皆滅ぼさん。
で池田隊機長隊で右翼を狙っていきましょう。では進めます。まあこちらの方が兵力断然多いですからね。はい、鉄砲戦車。そしたら不破さん逃げましょう。はい、鉄砲戦車連続で出ましたね。で一番やりと、よし、要所制圧、要所制圧。そしたら三枝さんで前に出ましょう。はい、池田さん制圧で鉄砲戦車で撤退ですね。抜き口狙いましょう。そしたら織田信光でまっすぐ行きましょう。そしたらお通夜の方前出しましょう。三枝さん一旦下がりましょう。鉄砲戦車出ましたね。はい、撤退。お通夜さんも下がって秋山隊で前出ましょう。よし、鉄砲戦車出た。信長前出してこの2部隊で、で信長前出しましょう。よし、鉄砲戦車レベル9が出た。よし、いいですね。で信長で抑えると、いいんじゃないか。次なる手立てはいかにせん。お命令を。さてさて、この部隊はどう動く。遠藤部隊は軒口の守りに行くか。軒口の守りに行きますね。ただしこちらの軒口が落ちて優勢勝ちと。いや、圧勝です。まさに完勝ですね。547で6000のダメージ。いや、もうこっからはもう威風発生させる戦い無理だな。三好があんまり軍を集めてくれない。新しき世を呼ぶ風よ。なので一気にここは行っちゃいましょう。次なる手立てはいかにせん。まずは花熊城、あの城を奪おうぞ。でこの4部隊でお指図を頂戴したく、岸和田城まで行っちゃいましょう。では進めましょう。で伊丹には誰を入れますかね。お市入れましょう。混乱持ってますからね。幸せにございます。でこちらは進軍で射撃場を建てていきましょう。任されましたぞ。で金山城から立部山まで行きましょう。で犬山からも立部山、もうガシガシ行きましょう。安城城からも立部山で、鳴海城からも立部山ですね。で名古屋城からは昇龍寺で、長島城からも昇龍寺で、岐阜城からは八木城、大垣からも八木城、もう全面戦争に突入しましょう。で小谷城からも、いや北陸の方面からも出しましょう。富山城からも八木城、増山城からも八木城で、この2部隊立って、この2部隊は花熊城を向かわせましょう。で沢山からも花熊、観音寺からも花熊に向かわせましょう。これでいいでしょう。では進めましょう。
が部、これにあり。はい、合戦できるところはガシガシ合戦仕掛けていきましょう。たとえ相手が1部隊でも行くよ。はい、全部隊撃破です。967の兵力の損耗ですね。まあ圧勝ですね。いかがだったでしょうか。三好家に対して連戦連勝を続ける我ら織田家、徐々に三好の領土を切り取っていっているので、なかなかね、三好もまあ大部隊をね派遣することができなくなりつつある情勢にあります。それでは今回はこれにて終了とさせていただきます。また次回お時間ございましたら、ぜひお付き合いをお願いいたします。